4番5番6番です。スタートしました。6コース6号艇中島智和トップスタート。4コース4号艇出口、3コースから3号艇矢橋もいいスタート。そのまままくっていく3号艇矢橋に2号艇渡辺が突っ張った。開いた内を刺した。4号艇の出口マーコが先頭リード。3艇身から4艇身2番艇ですが、内6号艇中島、外2号艇渡辺、この両者横並び。後方は5号艇1号艇3号艇スタートは正常です。一周の2マーク4号艇出口マーコがトップターンを打っていく。2番手争い潜り込む5号艇の厚み、外を回して2号艇の渡辺、内内を6号艇中島ですが、2番手外を回った2号艇の渡辺英二が3艇身リード。3番手6号艇の中島で現在上位は4番2番6番、後方は5号艇1号艇3号艇で2周の1マーク。先頭4号艇出口マーコ、2番手2号艇の渡辺英二、突っ込んでくる1号艇と3号艇をかわしていった6号艇の中島智和が3番手、水が大きく変えて後方は1号艇池本、5号艇の厚み、3号艇矢橋と、この3艇はほぼ固まっています。4番2番6番で2周の2マークです。2周の2マーク先頭で4号艇の出口マーコ、2番手で2号艇の渡辺英二、3番手6号艇中島智和の上位変わらず4番2番6番426の体制でこれから最終周回に入ります。1周の1マーク展開を捉えて先頭は4号艇の出口マーコ、今最終周回の1マークをトップでクリア。2番手2号艇渡辺英二、3番手6号艇中島智和の上位の体勢固まっています。4番2番6番426、後方は5号艇の厚み1号艇の池本、最後方3号艇の矢橋でこれから最終コーナー。3連単426 46.7 倍となっています。シリーズ2勝目へ向かって4号艇出口最終ターンマーから最後の直線コース、2番手で2号艇の渡辺、3番手6号艇中島、4番2番6番でゴールです。1着4番出口マーコ五輪、2着2番渡辺五輪、3着6番中島五輪、5番の厚み1番の池本、ラストで3番矢橋が五輪。